本日もそうとって一週間よく楽しく学んでくれました。おまけ動物の曲、どんな動物が登場するかにゃ。みんなで楽しく考えてみましょうね。ミュージックスタート。おなじみですが、愛の讃歌やオーシャンゼリゼなどはコード奏法で弾けるととっても便利です。オーシャンゼリゼ、まいどまいど、絶好調でござんす。Thank you.
についての練習です。ウォーキングベースとは、このようにルートの音を活用して弾けるともっともっと簡単で弾けるようになります。例えば Aマイナーだと、このようにコードネームをぜひ覚えるともっともっと楽ちん楽ちん。Amも奏法にも順次進行に循環コード、ヨド進行、いろんなコード進行がありますが、まずルートの音にコードネームをしっかり覚えるともっともっと楽ちんになります。少しずつ無理のないようにコツコツと練習も楽しくやってみることで、いろんな応用力、アレンジもできるようになります。浦島太郎も、竜宮城に亀と一緒に行って、玉手箱を開けましたが、玉手箱は昔でいう女の人の化粧道具だったのです。浦島太郎は開けてびっくり玉手箱、中から出てきたのは真っ白な煙、女の人の化粧道具が玉手箱、開けてびっくり、もぐらたたき、お嬢ちゃん、みんなも一緒に腕相撲に、紙相撲大会、消しゴム落とし大会、遊びを取り入れて楽しく学ぶのが一番でございまする。うさぎと亀、どっちが早くかけっこ、どっちが勝ったかにゃ。うさぎさんがおさぼりしていた間に、亀さんがトットコトットと追い抜いて、亀さんが勝ちましたとさ。良い子の皆さんも週末です。のびのび楽しく遊びましょうね。子どもの集中力は年齢プラス1分程度と言われています。ピアノに向かう時間は本当になかなか集中するのが難しいのが現状です。でもちゃんと読譜力も
初見力もちゃんとついてきました。それでは、雨が降ると出てくるのはなんだ？カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ。雨が止むと出るのは虹。ピンポン。いつもドキ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 しているのはどんな臓？あ、心臓。本来はリラックスです。リラックスです。肩や手首の力を抜いてリラックス、リラックス。ちょっとデブな鳥といえば、波形のことのこと。相撲鳥。それではまたね。ロバのパンも簡単な3コードで弾けます。